そっか、ファイルをね。普通しないでしょ。よっぽど追い詰められてたんだろうね。でも私サトルさんの言うこと分かんないと思うな。あ、違うよ、修二のこと責めてるわけじゃなくて。あ、修二ってさ、私と付き合ってること全然隠さないじゃない。は、何隠すって。ほら、街とか歩いてて人に見られても全然気にしないし。いや、別に見られてねえじゃん。ほら、そういうとこ。ん、修二はさ、人の目を気にしない自分だけのピュアな強い心みたいなの持ってんだよね。そんな大差なもんじゃないですよ。私時々感じてたよ、この人潔くて強い人だなって。だから何の偏見もなく人のこと見られるんじゃないのかな。だからなんか心のバリアフリーって感じだったんだよね。でもさ、それって時々周りにいる人たちは眩しすぎたりしちゃったりするんじゃないかな。そんな、まさか何言ってんのよ。だってさ、俺前に目立とうと思って京子にモデル頼んだことだってあったじゃん。それとファイルのことは随分違うよ。わざと悪ぶってそんなこと言わなくてもいいよ。まあ、本当いろんな気持ちわかるんだな。これでもいろんな思いしてるからね。町田さん、町田正夫さん、6番へお入りください。はい、はい、あちら奥です。はい、あ、すいません。でもさ、修二はどういうのがいいの。何が夢っていうか、どんな美容師さんがいいの。もっともっとガーッと売れて脚光浴びてショーとかしたい。ああ、ダメダメ、そういうのダメ。うん、どっちかっつったら、うん、ちっちゃくてもいいかもね、店は。ちっちゃいの。うん、全部自分の目が行き届くようなさ、なんかこうカウンセリングから、うん、シャンプーからカット、でもブローまで全部自分でやるような。うん、やっぱ俺ライトの下で切ってるなんかより太陽の下とか、太陽の下っての臭いけどね、そういう方がいいな、きっと。なんかさ、海辺にね。海辺。うん、海辺、海辺の小さい町にね、ちっちゃいちっちゃい美容院があるの。なんか木で作ったようなあったかい感じ、ドア開けるとカラーンってなりそうな。うん、わかる感じ。わかる。さ、よくさ、こう椅子があって鏡の上にこう何枚もヘアスタイルのパネルとかが貼ってあったりじゃない。あ、モデルのやつです。そうそうそう、そのパネルがね、動物の写真だったりとか、どっかの綺麗な風景だったりするの。何それ。よくわかんないけど、よくわかんないけど、ヘアスタイルとかじゃなくて、そういうのよくない。わかんねえよ、何それ。それでね、そのちっちゃい町の女の子が初めて美容院に来るの。初めてなんだ。うん、私今でも覚えてるよ、小学校5年くらいの時かな。それまで床屋さん行ってたんだけど、初めて美容院行ったの。もうすっごいドキドキして、なんかこうアイドルの切り抜きかなんか握りしめちゃって。あ、こういう風にしてくださいとか言ってた。そう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 。誰だったっけな。誰持ってたの、ね、誰。キョンキョンとかかな。キョンキョン持ってた。俺ね、そういうとこに修二がいて髪の毛切ってくれたら、女の子嬉しいだろうなと思って。やっぱそういう女の子ってさ、家の人には内緒だったりするんだ。そう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 、まだ床屋さんでいいわよとか言われちゃって。顔も剃ってもらえるし。はい。なるほどね。うん、何。ん、いや、ちょっと思いついた。思いついた、うん、思いついた。なんだっけ、うん、扉を開けるとカラーンってなりそうな。カラーンって、うん、ってことはこうカウベルかなんかがこうどんなとこにあるの、ね、こうやってね。なんで鏡はね、2面ぐらい置いて。すごいよね、絵描けんだもんね。え、別にすごくない。でここにカウンター、入ってきてすぐカウンターね。んでここにね、うん、本棚。本棚。うん、これ時々ね、持って帰ったりしてもいいの、この本。この本を集めるのは、あなたの仕事だから。これ全部ガーッと並べるから、よろしくね。私、そこにいるんだ。あ？いや、いるよ。うん。
カウンターのとこにこう座って、でお客さんが来るといらっしゃいませっつってね、ちゃんと笑って言ってあげる。だからこう地元の中学生とかにさ、あそこの親父ってさ、なんかさ、いつも怒っててさ、機嫌悪いし、なんか愛想も悪いしさ、なんか嫌だけどさ、あそこのおばちゃんがさ、いいよね、可愛くてイケててさ、綺麗で。私おばちゃん？おばちゃんでしょ。修二の未来にいるんだ。なんでいるでしょう。っていうか当然じゃない、常識でしょ。からさ、広い家借りようか。え？バリアフリーの。んで、これから先ずっと二人でやってこうよ。な？ありがとう。ん？何しみりしてるの？